お日様ポカポカであったかいね。森林浴に出かけちゃおっか。頑張るから、ちゃんと見ててね。図書室で借りてきた本を読んでるんだよ。うん、日本語で書かれた童話の本。長い小説とかはまだ難しくて読めないんだけど、童話なら私でも読めるから。たくさん本を読んで、もっといっぱい言葉を覚えたいんだ。ありがとう。あ、でもそろそろ次に読む本を決めなくちゃ。もうこれ読み終わりそうだから。どうしようかな。シンデレラは読んだし、白雪姫も読んだし、ブレーメンの音楽隊も読んだし、赤ずきん、そういえばまだ読んでないや。じゃあ次のお話は赤ずきんにしよう。似合う？赤ずきんの格好が似合うってこと？そうかな。そんな恥ずかしいよ。でも嬉しいな。ありがとう。そんなことないよ。おばあさんが待っててくれてるんだもん。寄り道は帰りにするよ。大丈夫だよ。もし私が赤ずきんで、お使いの途中で狼に出会っても、仲良くなって一緒におばあさんのお見舞いに行くから。だって、狼がおばあさんと赤ずきんを食べちゃうのは、きっとお腹が空いていたからでしょ？仲良くなって一緒にご飯を食べれば、狼は私やおばあさんを食べなくていいし、狩人に退治されることもない。悲しいことは何もなくなるよ。みんなお腹いっぱいのハッピーエンド。そんな赤ずきん読んでみたいな。もぐもぐ、もうすぐイベントの開始時間だね。赤ずきんと狼の鬼ごっこ大会。緊張するなぁ。狼から逃げながら、もぐ、おばあさん役の人にパンとぶどうジュースを届ける。捕まらないように気をつけなくちゃ。どうしたの？そんなに、もぐ、じっと見て。私の顔に何かついてる？え？口がもごもごしてる？そんなことないよ。つまみ食いしたパンがまだ口の中に残ってるなんて、そんなこと全然。あ。ごめんなさい。配られたパンがすごく美味しそうだったから、つい食べちゃった。取り替えてもらってきます。